はい、どうも皆さんこんばんは。今日はですね、こちらカシャカシャビョンビョン。あ、日本製だこれね。カシャカシャビョンビョン、この間買ったカシャカシャブンブンの、まあ、姉妹品ですかね。どうした、アムネルツが臭いのか。はい、なんかこんなやつです。おすすめの遊び方、ハンターニャンコは3個まとめて楽しく遊んで1個ずつ遊べるからお得で長持ち。羽付き玉の隙間を開けると不思議な動きが楽しめる。なんかいろいろできるみたいなんで、ちょっと開けてみましょう。どうですか、どうですか、これはちょっとカメラ目線もらっていいですか。意地でも向かねえなこいつ。はい、早速ね、開けてみました。あ、ちょ、待て待て、これ何、どういうことよ。話す、こういう感じ。あー、なんかあれかな、ちょっとこうきつくなってるからストッパーというかあれかな、ちょっとこうずらしても。どうした、どうした、ずらしても固定されるってことかな。ちょ、うん。で、まあ1個ずつ遊んでもいいし3個でもいいしっていうか、まあライスは3個だろ。にゃんにゃんちゃん、うん、どうすか。やべえな。これ超楽しいぞ。えちゃん、あらあらあら、これ今ね持ってるだけ、全然おかしくないです、持ってるだけ。これすごい、いいかもしれない。これもこのカシャカシャいうのがいいっすね。これこういう系はね、なんかライス今まで遊んでなかったんで、これはかなりいいかもしれない。ピョンピョンピョン、うん、これはいいぞ。出るんじゃない、出るんじゃない。ちょっとワイヤーが目に当たって怖いですが、うん、まあ大丈夫かな。素晴らしい、いい反応するね。これはいいわ、楽。なんかちょっと動画見てね、暇つぶししてる時にライスが遊んでくれよって来たら、これ持っとけばしばらくなんか勝手に遊んでそう。これいいわ、いいわこれ、いいわこれって、なんかフリーダイヤルあったの。これいいわ、おうおう、動きがなんかね、こうなんだよ、飛んでる感じの動き。おう、羽がなんかちょうどいい感じにばらけてる。かわいいな。あ、これもね、お値段同じぐらいでした、確か500円ぐらいかな。多分ね、なんだろう、送料とかが乗っかってるんで高くなってるだけで、実際は100円200円じゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。これ、まあ、前回まあ同じタイミングで買ってるんですけど、カシャカシャブンブンもね、意外と耐久度は悪くないかなと。まあ、なんだろう、当たり外れがあるかもしれないですね。でもこういうのは壊れやすいのもあれば壊れにくいのもあるんで、でもこっちの方がね、いくらか耐久度は高そうな感じがしますね、うん、カシャカシャブンブンはなんか使っていくうちにちょっと下手ってきてるんで。はい、こっちはなんか、うん、良さそうな感じ、張りがある、この一個一個の羽に、うん、ですね。あ、持ってかないで。持ってかないのよ。うん、そうですね、だからこっちの方がなんか遊んでてちょっと安心感はあるかなっていう感じしますね。うん、まとめ売りあったら買いてえな。うん、うわ、花粉症。うん、ということで、こちらのカシャカシャビョンビョン、カシャカシャブンブン同様でね、結構
いい反応を示してくれますね、はい、どうなんだろう、すれた猫ちゃんにはちょっとどうかわかんないんですけど、はい、うちのライス君には非常にいい感じでございます。嵐先輩で後で試してみようかな、うん、そうですね、時間があったら嵐先輩で試してみようかなと思います。いかんせんあいつね、今雪が溶けてね、あったかくなってきてるんで、ほとんどうちにいないんですよ、うん、野良、半野良とかしてるんで、やつは餌食いにだけ帰ってくるという、そんな生活なんでね、はい、まあ、だいぶ私のこのね、うちでのライス君の評価が上がっておりますけれども、はい、嵐君はなんかダメ親父ですね、あいつは帰ってこないんで、はい、その代わりにライちゃんの評価が、株がね、急上昇しておりますという感じで、はい、今回はね、カシャカシャビョンビョンでございました。よかったらね、あの Amazon のリンクとかね貼っときますんで、そっちからね覗いてみてください。はい、まあ、Amazon じゃなくてもね、他にも売ってると思うんで、安いとこ探してね買ったらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは